どうもちゃんパパです。今回はためにならない自作 PC の動画となります。はい、ということで冒頭で気になった方もいるかと思いますが、そうなんです。なぜためにならないかと言いますと、私は個人的にジャンクや中古品が大好きで、今回のパーツ選びも当然使っておりますので、保証もなければ不具合が起こる可能性もあります。もしそんな事態になっても自己責任となってしまうため、自分ではどうにもできないなんて人は基本的に新品パーツを買いましょう。それじゃあまずはグラフィックボードから紹介していきたいと思います。こちらは AMD Radeon の RX6600XT となります。価格の方はフリーマーケットの方で 18,000円で購入しました。 AMD さんが公式で発表しているベンチマークがこちらになります。 RTX3060 との比較になります。上が 3D マークの総合スコアとなります。下の方がコールオブデューティーの平均フレームレートの値となります。思ったよりできる子なんではないでしょうか。次に CPU の方ですが、こちらは AMD Radeon の Ryzen5 5600となります。価格の方はフリーマーケットの方で 13,500円でした。ベンチマークの方がこちらになります。はい、ということでこちらが CPU の総合評価表となるようです。私が計測したわけではないので参考程度に見てもらえると幸いです。この表から近い性能の方を見ていくと、Core i7-1700K や Core i5-12400 となるようです。はい、それではマザーボードの方ですが、 MSI の A520M A Pro というのを、購入しました。こちらは新品でも、6980円と、比較的安くなっております。こちらも、中古で、6000円で購入いたしました。ざっくり説明しますと、こちらのマザーボードは AM4 対応で PCI Express は 3.0、 そして拡張性の方はありませんが、最低限必要な機能だけは備わっているビジネス向けのマザーボードとなっています。その他の詳細は公式のホームページを参考にしていただけると幸いです。そして PC ケースの方ですが、ザルマンの T3 プラスというミニタワー型のものを購入しました。価格の方はつくもネットショップの方で3680円でした。このケースの特徴はとにかく安くてコンパクト、そして必要な性能は備わっているといった印象です。それでは早速ね、こちらのパーツを使って自作 PC の方を組み立てていきたいと思います。はい、それでは組み立ての方に移りますが、私流の組み方になっちゃいますので参考にしないようによろしくお願いいたします。また長くなりますので倍速にしながら紹介していきたいと思います。はい、私はですね、箱の上にシートを置いて、そのままその上でマザーボードの方を組み立てていきます。まず1番に CPU の方をセットしていきます。CPU のセットは簡単です。レバーを上げて CPU をはめ込んだら、レバーを下ろして終わりです。その時に三角マークだけ合わせるようにしましょう。そうしましたら付属の CPU クーラーの方をつけていきます。グリスの方はね、初めからついてますので、このまま使ってみたいと思います。ただしより冷やしたいという方は別途購入することをおすすめします。はい、取り付け完了です。基本的には対角に締めるのがいいと言われています。はい、そしてメモリーの方ですが、 CFD の 16GB のものを使っていきたいと思います。こちらはパソコン工房で2枚組で7680円で購入しました。ということで1枚分が約3840円となります。メモリーはね、向きさえ間違わなければ問題ないかと思います。続いてはケースの方へ入れていきたいと思います。それではサイドパネルの方を外していきます。やっぱりね、安いだけあって少し取り外しがめんどくさいです。次にバックパネルの方をつけていきたいと思います。
それでは最初に組み立てたマザーボードの方を取り付けていきたいと思います。マザーボードの取り付けが終わったらケースの配線をしていきます。そして一番大変なのがこのバラバラになったスイッチ類のピンです。ということで私は以前 SNS で教えていただいたセロテープでひとまとめにする方法を使っております。こうしておけばあとは差し込むだけなのでかなり便利だと思います。次に電源ユニットの方をつけていきたいと思います。こちらの電源ユニットはヤフオクの方で1100円で購入しました。中古品ということなので一応はテスターの方を使って測定して大丈夫そうなので今回使用することにしました。それではね、一通り配線の方も終わりましたんで最後にグラフィックボードの方を取り付けていきたいと思います。はい、グラフィックボードも無事取り付けが終わりました。SSD はこちらのチームさんの 256GB の SSD を使用しました。価格の方はパソコン工房で1480円でした。組み上がるとこんな感じになります。金額の方も合計すると4万7600円で組むことができました。それではこの後ベンチマークなどをしてどんな性能なのかを見ていきたいと思います。まずはですね、今流行りのパルワールドの方をプレイしていきたいと思います。それでは設定の方ですが、解像度の方がフル HD、 最大 FPS の方は無制限、そして垂直動機モーションブラの方はオフにしております。そしてアンチエイリアスの方はそのまま、描画距離の方は高設定、草と影の方は中設定、そしてエフェクトとテクスチャーの方は最高設定にしております。それではプレイしていきたいと思います。まずはパルを使って上空へ飛んで景色がよく見える場所まで来てみました。どうでしょうか。 FPS の方を見てみるとだいたい100から140ぐらいで収まっているといった感じでした。固まるといったこともなく割とスムーズにプレイできています。はい、そして戦闘中の方ですが少し FPS が暴れるといった感じもありましたが、特にプレイには問題なさそうです。それでは次に最もプレイ人口が多いとも言われているフォートナイトの方もテストしてみたいと思います。まずは設定の方ですが、解像度の方はフル HD、 レンダリングモードはダイレクト X12、 残りの設定は競技設定にしてテストしてみたいと思います。まずは降下中の FPS ですが130から140といったところです。ちなみに気になるパフォーマンスモードの方も並べて比較してみたいと思います。なんとですね、パフォーマンスモードにした方が CPU、GPU の使用率も下がり、 FPS の方もぐっと下がる結果になりました。それでは戦闘中の FPS も見ていきたいと思います。まずは DirectX12 の方ですが平均すると約140ぐらいの FPS が出ています。そしてパフォーマンスモードの方ですが結構ねばらつきが多くよく分かりませんが、まあ約200から250ぐらい出ているんじゃないかと思います。まあどちらにしてもですね、戦闘に支障があるかと言われますと、まあ全く問題なくプレイできるといった感じです。まあ、もしねフォートナイトをプレイしたいからパソコンを作りたいなんて人はですね、まあこの辺りの性能でも十分できるんではないかと思います。ただね、私みたいに中古やジャンク品を使うとですね、かなりリスクが高まりますのでね、まあそういった意味でもね、ためにならない自作 PC の動画となっています。それでは次に Apex をプレイしていきます。このゲームはですね、私は全然やらないのでよくわからないところではありますが、解像度の方はフル HD、スケーリングやスプリント時の視点の揺れなどは無効にしております。そして垂直動機も無効、目標 FPS の方は0と設定しております。残りはデフォルトのままにしております。それでは早速プレイしてみたいと思います。開始時の FPS は約300ぐらいとなっていますが、結構 FPS の方は暴れちゃってますよね。それではね、武器の方を適当に用意して目標の方を撃ってみたいと思います。とは言ってもですね、どんな武器がどんな効果があるのか全く分かりません。はい、それでは目標を撃っている時の FPS ですが、
約260ぐらい出ていることがわかります。これならですね、十分 APEX も遊べるんじゃないかと思います。それでは続いてベンチマークなども見ていきたいと思います。まずはブループロトコル。このゲームはですね、今やってる人はあんまりいないのかもしれませんが、まあ、オープンワールドのゲームの中では非常に面白い作品なのではないかと私は思います。はい、それではですね、気になる結果の方を見ていきたいと思います。スコアの方は最高設定で 14,201 という結果になりました。ちなみに最高設定から1つ下げて高設定にした場合の結果がこちらになります。 18,689 という結果になりました。続いては FF14。 はい、それでは設定の方ですが、フル HD の高品質でテストしています。それでは気になる結果の方がこちらになります。16,859 という結果になりました。続いては FF15。 オーライオーライオーライストップ。設定の方はこちらもフル HD の高品質となっています。じゃあ気をつけてね。それではね、オーライ姉さんの方も見れましたので、早速結果の方を見ていきたいと思います。はい、ということでスコアの方が8416という結果になりました。いろいろとやってみた結果、そこそこ遊べるパソコンができたんじゃないかと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いいたします。